今回は新キャラ核の実装前解説見ていきます。核の強みはゲージため、敵虫旗ゲージ回復ためはないものの、ゲージ超過できるかつ旗の貯めるスピードが非常に速いです。これまでお宝の回復量増加キャラはたくさんいましたが、このキャラは別格、一番速いです。ゲージ 120% 以上の時、スキルのクールタイム短縮速度 100% 増加&余ダメ 50% 増加、これが一番強い。ゲージ 80% 以上の時、よろけ吹っ飛ばし無効に火ダメ 50% 減少と、ゲージ依存の特性をうまく活かして戦うディフェンダーですね。で、短縮できるスキルも優秀で、まずスキル1は数秒間大幅ダメ化を発動しながら敵を吹っ飛ばしまくります。チンジャオみたいな感じですね。で、スキルには防御力無視となっており、麦わらの一味に対してのダメージ量が増加します。基本的にはゲージを素早く貯めてスキル1で耐久するという感じになりそうなんですが、ダメゲン無視がマジできつそうですし、敵虫ゲージ貯めないんで 120% 以上っていう条件を満たせるかっていうのは気になりますね。通常攻撃3発目吹っ飛ばしはあるんで、まあ大丈夫だとは思いますが。で、あとなんといってもルッチの爪痕状態でスキル1封印されるのが一番辛そう。余ダメ 50% 増加あるときは結構敵を倒せると思いますし、本当にいいキャラだとは思うんですけれども、またしても同時に登場する超フェスにやられる未来が見える、そんなキャラですね。まあ全然弱くないんですけれども、まあちょっと超フェスが辛そうかなっていうような、そんな感じです。